ネパール連邦民主共和国、通称ネパールは南アジアの連邦共和制国家。東、西、南の三方をインドに、北方を中華人民共和国チベット自治区に接する西北から東南方向に細長い内陸国である。国土は世界最高地点にエベレストを含むヒマラヤ山脈及び中央部丘陵地帯と南部の多来平原からなる。 ヒマラヤ登山の玄関口としての役割を果たしている。面積は約14.7万キロ平方メートル。多民族、多言語国家であり、民族とカーストが複雑に関係し合っている。また、宗教もヒンドゥー教、仏教、アニミズム等とその集合が混在する。農業を主たる産業都市、ヒマラヤ観光などの観光業も盛んである。 後発開発途上国であると分類されている。世界で唯一区形でない国旗を持つ国である。2008年に王政を廃止、2015年9月交付の憲法により、7州による連邦制国家となった。正式名称はネパール語の出ばながり文字で、ラテン文字転写表記はサンヘアロックタントリックギャナタントラナポール。略称、ラテン文字転写表記はギャナタントラナポール。 通称、ネパル。ラテン文字転写表記はナポール。公式の英語表記は、フェデラルデモクラティック・リパブリック・オブ・ネパール。略称は、リパブリック・オブ・ネパール、もしくはネパール。日本語表記は、ネパール連邦民主共和国。略称はネパール。漢字表記は、ニバーラ。国際連合における、ネパールの正式国名の変遷は、以下の通り。 2020年9月27日、KP シャルマオーリ内閣は、正式国名をネパール連邦民主共和国から、生態名を含まないネパールとすることを閣議決定。後日各政府機関へ通達した。これに対して、議会委員会は、2015年憲法8章83条に、ネパール連邦民主共和国と記載されているとして、異議を唱えた。また最高裁判所は、 今回の決定について書面での回答を求めた。変更を支持する憲法専門家の主張では意見性はないと判断している。織政権は2020年11月16日付で国名変更国際連合へ通達し、2020年12月14日に承認された。これに続き2021年1月に中央情報局のオンライン版 ザ・ワールド・のファクトブックと国際標準化機構は正式国名をネパールへ変更した。仏陀生誕の地といわれるルンビニ4世紀にインドアーリア語派の王族によるネイパーラ王国リッチャビ朝が成立した。リッチャビ朝は5世紀後半から6世紀にかけてカトマンズにマーナグーを増援し政治行政機能を設けた。また七世紀初頭にはカイラーサクーラグー中央には バドラ・アディバーサ王宮を造営。またパンチャーヤとセやグティの原型となる、住民組織を保護、育成し、また商業を奨励し、都市経営の基盤を固めるなどした。チベットと文化的、経済的、政治的の密接な交流があり、宗教、商業上の中心地として繁栄した。リッチャビ朝の衰退に乗じて旧世紀には、デーバ朝が起こり、バクタブルに王都を築いた。 ネワール文化が栄えた。続いて14世紀末には、マルッラ朝が確立されたが、1450年頃に、バクタブル王国からカトマンズ王国が独立する。その後1619年までに、マッラ朝、パタン王国もカトマンズ王国から独立し、三王国並立時代となる。プリトビナラヤンシャハマラ王朝は、内紛、構想で力を失い、 18世紀前半にはカトマンズ製法の産地でゴルカ王国が勢力を拡大する。そして1768年から1769年にかけて第10代ゴルカ王、プリトビナラヤンシャ派によってマンラ王朝は滅ぼされる。そして350の小王国に分かれていたネパールが統一され、ゴルカ朝はカトマンズを首都にネパール王国を作った。 ジャンガ・バハデルラの丘の上に立つ、旧王9ギャネンドラ国王カトマンズ、民主の壁2006年の民主化運動の結果、従来の事実上の絶対君主制から暫定的に、象徴君主制へ移行。国王は国家元首としての地位を失い、首相がその職務を代行した。国王はネパール王国からネパール国に変更され、在外交官の表記からも王国が削除された。 王室を称える国家を廃止し、王室と結びついたヒンドゥー教は国教としての地位を失った。国王は国軍最高指揮権を失い、政府も国王陛下の政府からネパール政府に変更された。これを受け、当時の与党、ネパール会議派は他の諸派から提案されていた王政廃止に賛成することを表明した。さらに暫定憲法に、 ネパールで最大の政治勢力であるネパール共産党、毛沢東主義派が暫定政府復帰の条件としていた王政廃止と連邦民主共和制が盛り込まれることが決まり、ネパールの国家形態が王政から共和制へ移行することが事実上固まった。2008年4月10日に投票された政権議会選挙でプラチャンダ議長を率いるネパール共産党、 毛沢東主義派が229議席を獲得して第1党となり、ネパール会議派が115議席、統一共産党が108と、王政廃止派の政党が大多数を占め、王政支持派政党は唯一国民民主党ネパールに止まった。同年5月28日に召集された政権議会の初会合では、正式に王政を廃止し、連邦民主共和制への移行を宣言した。 ここに、ネパール王国及び、ゴルカ朝はその歴史に幕を閉じた。2009年5月4日、プラチャンダは、首相を辞任した。毛派は、以前より、同派の、東平組織の国軍編入を要求していたが、国軍トップのルークマングド、カタワル陸軍参謀総長は、正規軍とは、思想が違う、軍の中立性を保てないと拒否。他の政党も元ゲリラ組織の気派が、 国軍も掌握すれば、猛派が恐怖政治に乗り出す、可能性があると警戒していた。ついに2009年5月3日、プラチャンダはかたわる、陸軍参謀総長の解任を決めたが、これに対しヤーダブ大統領は、同3日夜、首相の解任決定を取り消し、首相の行為を憲法違反と批判。また、政権議会で連立を組む、 ネパール統一共産党など主要政党も一斉に反発、猛派を除く連立政権の各与党は政権からの離脱を示唆した。軍内部も大半がカタワルを慕っているためその解任に反発し、政権の中心にあった、ケハーシバ叩く間に孤立した。ネパール会議派などの野党勢力もカトマンズなどで抗議デモを開始し、治安部隊が 鎮圧行動に乗り出すなど国内は一気に緊迫した。ただ、ネパールの暫定憲法では大統領に軍トップの任命権を与えているものの、解任権は明記していないため、プラチャンダは大統領の越権行為と激怒。4日朝、猛派に緊急幹部会の召集を求め、対抗策の協議した。しかし同4日、連立与党を相次いで連立政権を離脱。盲派は、 政権議会で比較第一党であるものの、主要政党の連立離脱で、与党は過半数を割り、追い詰められたプラチャンダは自らテレビ演説で、辞任したと発表。毛派中心の政権はわずか8ヶ月余りで、崩壊した。5月23日、公認首相にはネパール会議派、統一共産党など22政党の連立により、マーダブ・クマールネパールが選ばれた。統一盲派は、 投票をボイコットして野党に転じた。しかし、ネパール首相は2010年6月に辞任を表明し、政権議会は後継首相を選出することができない、混乱状態に陥った。2011年1月にカナルが首相となったが辞任し、8月29日にケハのバッタライが首相となった。しかしケハの内紛も収まらず、 憲法制定のための合意もできない状態が続いたままで政権議会は任期満了を迎えた。2013年3月に最高最長官のレグミを議長とする選挙管理内閣が発足し、新たな政権議会選挙を11月29日に行うことが決定した。2015年9月20日、新憲法が交付された。これにより7つの州と 753の地方政府が成立した。初代大統領となったラームバランやアーダブ大統領は政治的実権を持たない儀礼的な国家元首と規定されている。大統領、首相は政権議会における主要政党の合意、または選挙の過半数で任命される。首相は政権議会議員であることを要するが、大統領はこの限りではない。 半数を超える候補のない時は再選挙を行う。大統領は軍の最高指揮権は持つが象徴的存在としての国家元首である。一方、首相は政府の長として実権を持つ。ネパール初代大統領にはラーム・バラン・ヤーダブが当選している。2015年9月の新憲法制定後、元国防省のビドヤ・デビ・バンダリが選出された。 初の大統領選挙大統領の人事については、主要政党の間の調整に決着がつかず、結局議会における選挙で決めることとなった。毛沢党派は、はじめは政治と関係のない人物の起用を主張し、他党に配慮する形で大統領職の要求を取り下げた。一方、ネパール会議派と統一共産党は政治的な人物を大統領に主張してきた。ネパール会議派は、 当時の首相、GP コイララを大統領に押してきた。統一共産党は、前総書記、マーダブクマールネパールを大統領候補として譲らず、統一共産党との連立を望んでいた。ケハはこれを認めるべきかどうか二つに割れて論争した。結局、もう派はネパールを受け入れられないとして、共和生活動家、ラムラジャ・プラサドシーンを支持。これを、マデシさん党も支持したが、 マデシ人権フォーラムは独自の副大統領候補を立て、それをケハが支持することを条件に真を支持していた。しかし、モーハはフォーラムの副大統領候補を支持しなかったため、フォーラムは統一共産党と共にネパール会議ハラーム・バラン・ヤーダブ代表幹事の支持に、回り一挙に情勢が変わった。7月19日の政権議会では副大統領に、 マデシ人権フォーラムが推薦したパラマーナンダジャーが当選したものの大統領選はラームバランやアダブラムラジャプラサドシントも過半数を得られず7月21日再選挙することになった決選投票の結果第1回投票で欠席した政党からの指示も受けたラームバランやアダブが議員総数のうち308票を獲得して初代大統領に選出された ラムラジャ・プラサドシーンは282票にとどまった。また7月19日の閣議で決定された官職の序列は以下の通り、第1位大統領、第2位首相、第3位最高裁長官、第4位政権議会議長、第5位副大統領。首相選挙、折首相なお、首相には、ネパール共産党、 毛沢東主義派のプラチャンダ議長が当初確実視されたが大統領選で裏切られたとして統一共産党とマデシ人権フォーラムの内閣不参加が決まりネパール会議派も入閣しないので一時組閣が困難になった7月22日毛派の中央委員会で野党の立場を取ることを議決その後ヤーダブ大統領が毛派のプラチャンダ議長に 全議会的な内閣を組織するように指示したが、ネパール会議派と国防大臣のポストをめぐって対立、選挙により首相を決めることとなった。統一共産党がキャスティングボートを握ることとなったが、毛派を指示。これに、マデシ人権フォーラムも加わり、毛派のプラチャンダ議長を首相に推すこととなった。8月15日投票が行われた結果、 有効投票数551票のうち、プラチャンダが464票を獲得し、当選。ネパール会議派が押したシェール・バハードルデウバ元首相は113票に、止まった。プラチャンダ首相は、連立与党と組閣交渉に入ったが、最終的に8月31日、全閣僚が就任し、プラチャンダ内閣が成立した。政権議会選挙から四ヶ月でようやく新政権が、 発足した。2009年5月3日、プラチャンダが、ケハ民兵組織の扱いをめぐり対立していた、ルーク・マングドカとある陸軍参謀総長を解任したことに反発し、連立与党が一斉に連立離脱。野党、国軍も抗議し、ヤーダブ大統領も首相を非難。翌5月4日、統一網派は孤立し、ついにプラチャンダは首相を辞任した。 共和制下発の政権崩壊となった。2009年5月23日、統一猛派など3政党は、首相候補を政権議会に提出せず投票を、ボイコット、統一共産党元、総書記、マーダブクマールネパールが、統一共産党、ネパール会議派など22政党の推薦を受け、唯一の首相候補として、無投票で当選した。2015年、 KP シャルマオリが首相に就任、翌年不信任案により辞任。2018年再の首相に選任され現在に至る。本格憲法制定を目的とする議会で、政府と毛沢東派の包括的和平協定で設立が決まった。任期は2年間。2008年4月10日に選挙が行われた。通常の立法機関としての機能も持ち、首相や、 大統領の任命権も持っている。定数601議席。議長は暫定的にクルバ・ハドゥール・ムルンが務めていたが、7月22日正式の議長としてスバスネムワンが満場一致で選出された。2019年現在の議会は、両院制であり、上院にあたる大議員が59議席、下院にあたる国民議会275議席。 合計334議席となっている。両院とも2019年時点でほとんどを下記の4党が占めている。特にネパール共産党は大議員で59議席中42議席、国民議会で275議席中174議席を占める。政党主要政党の詳細は各記事を、小政党の詳細はネパールの政党を参照。 演説を行うプラチャンダ議長ネパールの政府機構は非常に複雑である。官僚機構は内閣の各大臣に直結しておらず、首相、そしてその下に置かれたチーフセクレタリーが統括し、各省庁にはセクレタリーが置かれ、各省庁を統括している。こうしてみると内閣は首相の諮問機関のような役割に見える。 非常に首相に権限が集中するシステムに見える。賄賂国の上部から下部に至るまで賄賂が蔓延し、例えば道路予算があっても政治家が懐に入れることに就寝し、側近が咎めると、その口封じに賄賂を送り、さらにそれを見ていた者への賄賂に使われ予算の数分の1ほどしか工事に回らないため、地方の町などでは道路事情が非常に悪い。 ネパールの外交の基本方針は非同盟中立である。また、隣国のインドと中国と深い関係を持っている。条約により、インドとネパールの国民はビザなし、パスポートなしで両国を行き来できる。また、ネパール国民はインドで自由に働くことができる。このように、 ネパールとインドが密接な関係を持っているにも、かかわらず、ネパールはしばしば問題の多い中印関係に翻弄されてきた。アメリカは長年、猛ハをテロ集団と位置づけ、国王を援助してきたが、民主的な選挙で第一党となったことで友好的な態度に変わった。インドとの関係経済的依存が大きい。ネパール南部は、マデシと呼ばれるインド移民がオリオや、 インド的で、インド政府は彼らを支援し、影響力を維持しようとしている。領土問題もある。共産党に政権が変わってからは、マデシの野党議員が、領土問題で、ネパール政府の意見にことを唱えるなどインドの影響力の増加から反インド政策を打ち出している。2008年8月22日、プラチャンダ内閣の外務大臣として、マデシ人権フォーラム党首、 ウペンドラやアダブが就任した。2009年6月4日、マーダブクマールネパール内閣の外務大臣として、ネパール会議派所属のスジャー・タコイララが就任した。中国との関係社会主義や共産主義を掲げる政党が多いので、新中政権だと言われる。2008年中国のチベット政策に対する抗議活動を抑圧するようネパールに要請した。2008年4月17日、 ネパール警察は中国との良好な関係を維持するため500人以上のチベット人の活動家を逮捕した。ヒューマンライツウォッチは中国からの要請により、ネパールのチベット人は政治的活動、文化活動、宗教活動を厳しく制限され、ネパール治安部隊から日常的に人権侵害を受けているとしている。また、ネパールは一部のチベット人を中国へ、 強制送還しているともされ、これはネパール政府と国連難民高等弁務官事務所との新式協定やネパールにチベット人難民の強制送還を禁じる国際法に違反している。8月15日選出されたプラチャンダ元首相は最初の外遊として北京オリンピックの閉会式への参加という形で法中し、古近党国家主席、オンカホ法首相と会談している。 慣例では、ネパール首相が最初に訪れる外国は、インドであり、異例の外交と言える。2018年9月、オリ首相は、中国と天津等、海溝4カ所、蘭州東陸港3カ所の使用を追い、貿易を依存するインドによるたびたびの国境閉鎖が背景にあるという。ネパールと日本の関係、日本とネパールの関係は、良好である。要点は次の通りである。 2007年10月10日には来日したサハーナ・プラダン、元外相と日本の河村正彦外相が公式に会談した。プラダン外相は日本による投票箱の供与や国連監視団の協力に感謝し、日本の国連常任理事国入りを支持した。また、毛沢東党派のプラチャンダン議長は政権就任前、日本にガジュレル政治局員を非公式に派遣した。 ガジュレルは、日本、ネパール友好議員連盟会長の2回、俊博衆議院議員や、当時の木村人志外務副大臣と会談し、また、共同通信のインタビューも受けている。2008年7月16日には日本から、うの、オサムむ外務大臣政務官がネパールを訪問、当時のギリジャー・プラサード・コイララ首相のほか、モーハのプラチャンダ議長ら、各党の幹部と個別に会談した。 政権議会発足後初めての要人訪問である。また、8月中旬、ネパール統一共産党前総書記のマーダブクマール、ネパール元副首相が来日している。2009年2月6日、プラチャンダ内閣の閣僚として、初めて、バーブラ・アーム・バッタライ財務大臣が来日した。2009年6月4日現在の日本の在ネパール、特命全権大使は、水野達夫。 ネパールの在日本特命全権大使はガネシュヨンザンタマンである。2018年1月現在の中ネパール日本大使は小川聖氏、中日ネパール大使はプラティバラナである。社団法人日本ネパール協会が交流の中心になっている。国連軍として活動するネパール兵ネパール軍は陸軍航空隊を含むネパール陸軍から構成される。王政時代は 王立ネパール陸軍と呼ばれていた。9万5000人の兵員、各地方に置かれる六個師団及び、航空旅団、空挺旅団、治安旅団の独立の三旅団からなる。志願兵成であり、軍への登録は18歳から可能である。2004年の統計で、ネパールの軍事予算は9920万ドルで、GDP 比は1.5%である。武器。 装備の多くはインドから輸入されている。1990年の憲法では軍の最高指揮権は国王にあるとされたが、現在は大統領が最高指揮権を持っている。また、今まで国軍と敵味方として戦ってきた、もう卓党派のゲリラ組織、ネパール人民解放軍と合同するのか、しないのかも困難な課題として、政権議会で議論されていた。 2011年11月に主要政党の間で軍統合問題を含めた7項目の合意、成立により軍統合の作業が始まった。当初の合意では6500人の戦闘員をネパール国軍に統合することになっていた。しかし、統合の方法が侮辱的であるとして引退を希望した人が多かったこと、学歴や年齢が、 ネパール国軍の基準を満たさなかったために選抜から外された人がいたことにより、第一段階の分類作業では約1万7000人の戦闘員が参加したが、2度の分類作業により、最終的に士官候補71人を含む1442人がネパール国軍に統合されることになった。これらの戦闘員は統合後の階級が決まらないままに、 2012年11月25日から、ネパール国軍の施設で9ヶ月間の訓練に入った。戦闘員は、ネパール国軍に新たに設置された、ゼネラルダークターットオブナショナルデベロップメント、ホレストプロテクションカラミティマネージメントに、配属され、非戦闘員として、インフラ建設や、森林保護、災害救助などの分野で働くことになっている。階級の問題については、 2013年3月13日に成立した主要政党間の合意で一人に大佐二人に中佐のポストが与えられることになった2007年から2011年まで政府軍と人民解放軍の停戦を国連が監視していたこの国際連合ネパール支援団には日本の自衛隊からも6名が現地時間2011年1月15日の国連の 活動終了まで派遣されていた。国防大臣は2018年2月26日に就任したネパール共産党のイシュール・ポクレルである。国軍政府組のトップは2018年9月9日に就任したプルナ・チャンドラ・タパ陸軍参謀総長である。プルナ・チャンドラ・タパは2015年1月19日から2016年2月7日まで 国際連合兵力引き離し監視軍の司令官を務めていた。ネパールはグルカ兵を世界中に派遣する世界有数の民間軍事会社のコントラクター派遣国でもあり、中世スイスのように実質的な傭兵も大きな産業となっている。グルカセキュリティガーズをはじめとしてグルカセキュリティグループと呼ばれる民間軍事会社が形成されている。 一人当たりの GDP が1200ドルほどしかなく、農村の平均年収が300ドル以下のネパールでは、月収1000ドル以上のコントラクターの給与は大変な、高級であり、傭兵で、一攫千金を夢見る人間が多く出ている。なお、ネパール政府は、民間軍事会社の放棄ともいえるモントルー文書を批准していない。ネパールの標高図下がるマタアンナプルナさん、マチャプチャレキタを、 中華人民共和国のチベット自治区に、西をインドのウッタラーカンド州に、南をウッタルプラデーシュ州とビハール州に、東をシッキム州と西ベンガル州に接する。内陸国である。国境の長さは合計 2926km、内中国国境 1236km、インド国境 1690km。中国国境地帯には、 サガルマタをはじめとする8000メートル級の広報を含むヒマラヤ山脈が存在する。そのため、高山気候となっている。一方、インドとの国境地帯は、タライ、テライ、またはマデスと言われる高温多湿の平原地帯で、肥沃である。その中間には、丘陵地帯が広がる。最高所は、エベレストで、標高8848メートル。最低所は、 標高70メートルである。面積は14万800平方キロメートル。本州を除いた日本にほぼ等しい。データはすべて CIA ワールドファクトブック、ネパールによる。ヒマラヤ山無中国国境に接するネパール北部は、世界の屋根とも称される8000メートル級の山々が、隣立する高山地帯であり、多くの登山家を引きつけてきた。鉱山の山間には、 氷河が多く形成されている。近年は地球温暖化の影響で鉱山の雪が解け、氷河湖の決壊が問題となっている。氷河湖が決壊すると大量の土砂による土石流が発生し、大きな被害が発生する。特にエベレストのふもとにあるイムジャコは大変危険な状態にあると言われている。以下、ネパール国内の主な鉱山を挙げておく。 2015年交付の新憲法によれば、ネパールは7州、77軍、775市町村からなる連邦民主共和国である。市町村には都市化の程度に応じて、大都市、準大都市、都市、農村の4区分が設けられている。市町村の下には複数の区があり、これが行政の最小単位である。1960年代のパンチャーヤ都ト制度入時に、 設定された5つの開発区域と14のゾーンは廃止された。ネパール地図まで首とは、たらい、または、テライとも言われる、インド国境地帯に東西に細長く広がる肥沃な、平原地帯に住む人々のことである。現在の行政区画にはない。この細長い地域は、文化的に北インドの影響が強く、丘陵地帯に住むネパール人の主流派。 アルバテヒンドゥーから差別を受けてきた。このため、近年、マデシ人権フォーラムなどの団体が中心になって、マデシ自治区を設け、高度な自治を実現するように、バンダチャッカジャムなどの激しい抗議活動を行ってきた。2008年の政権議会選挙では、マデシ系のいくつかの政党が目覚ましい議席数を獲得している。2008年の初代大統領、副大統領選挙では、 マデシ人権フォーラムがキャスティングボートを握り、副大統領はフォーラムから、大統領はマデシ出身のネパール会議派から選出された。副大統領のパラマーナンダ・ジャーは就任式でマデシの共通言語としてヒンディー語で宣誓を行い、マデシ以外のネパール人の怒りを買った。学生デモではジャーの人形を燃やしたり、ジャーは インドのエージェントというスローガンが現れたりした。ついには、ジャーの自宅に爆弾が投げ込まれるテロ行為にまでエスカレートした。首都カトマンズのストリート中国とインドに挟まれ、経済的な自立が極めて困難ではあったが、1990年の民主化以降、急速に経済が成長。一人当たりの GNP は百七十ドルから二百ドルと緩やかではあるが、 購買力陛下で見ると1170ドルとアフリカ諸国を上回るまでとなった。それでもアジア最貧国の一つであることは変わらず、IMF の統計によると2013年のネパールの GDP は193億ドル。一人当たりの GDP は693ドルであり、非常に低い水準である。2011年にアジア開発銀行が公表した資料によると、 1>, 1日2ドル未満で、クラス貧困層は2200万人と推定されており、国民の70%を超えている。国際連合による基準に基づき、後発開発途上国に分類されている。主な産業は農業であり、就業人口の約7割、GDP の26%、2016年を占める。米や小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、ジュートなどが主たる。 農産物である。それ以外の産業では、繊維産業と観光業が主たる産業となっている。しかし、高地面積が小さいため農業も小規模である。また、国王派とマオイストとの闘争の影響で、観光客は減少している。ヒマラヤ山脈を利用して、水力発電が行われており、ネパールの発電量のほぼべてを水力発電が占める。しかしその発電量は、 不足しており、計画停電が行われている。計画停電は季節により時間帯が変わるが、毎日あり、夜の8時から11時、朝の3時から9時までが多く、毎日異なるため新聞に発表される。隣国であるインドとの結びつきが強く、輸出、輸入ともに、インドが最大の相手国である。近年の正常不安や、地理的に工業が発展しづらい、 経済環境などから収入の向上を求めて外国への出稼ぎする者が多く、隣国インドのほか、中東、東南アジア、そして日本などで肉体労働、低賃金などの職についている者が多い。彼らからの母国への送金はネパールの貴重な外貨収入ともなっていると言われる。日本でも十一世紀に入ってから中長期在留者と呼ばれる出稼ぎのための来日者は、 増えており、2018年現在の法務省のデータでは、留学生を除き、6万人ほどが在住している。コンビニや惣菜工場、飲食、流通倉庫、ホテル清掃など、日本人の労働人口減少の影響を受けやすい、業務の職につき、日本の産業を支えている。生まれたばかりの子供を、ネパールの祖父母等の家族に預け、夫婦で、 長期滞在している者も,も多いほか、そのまま定住する者も,も少なくなく、農村地帯の高齢化疎化が進んでいると言われる。ちなみに、ネパールでは日本への出稼ぎ者並びに、出稼ぎ者の子供は、ジャパニとも呼ばれる。2000年から2013までの間に、7500人のネパール人が、中東やマレーシアでの出稼ぎ中に死亡した。 その内訳はサウジアラビアだけで3500人を占める。出稼ぎの多くは若者だが、公式の報告書ではその死因のほとんどを自然種と分類しており詳しい調査がされていない。外国雇用省が主要な出稼ぎ先でのネバール大使館など他の関係者と協力して行った調査では、厳しい気候条件、仕事関連のストレス、労働者の厳しい処遇、孤独な状況、 労働者の無知、不健康な食習慣など様々な要因が示されている。臓器採取のための殺人、厳しい拷問、あるいは警察の怠慢で自然死に分類されているだけではないとも誰もわからない状況だと調査を行っている国外雇用の専門家は話している。産業比率労働力貧困問題山村の子供たち屋外で学習をする山岳地帯の子供たち。 家計国家予算工工業エネルギー輸出入職と面積で示したネパールの輸出品目インド67.9%アメリカ11.7%ドイツ4.7%インド61.8%中国3.8%インドネシア3.3%通貨データはすべて CIA ワールドファクトブックネパールフラッグキャリアのネパール航空が近隣諸国と路線を結んでいる 近年は、大海航空が、韓国、ソウル、新川線、大国際航空が、台湾国線、カタール航空が、カタールドーハ線をそれぞれ運航している。複数の航空会社が国内線に就航しているが、多くの国民はバスなどで移動している。中国国境とは、アラニコハイウェイと呼ばれる道路が建設されている。首都カトマンズから、インド国境へも国道が通じているが、 山脈を横断する必要があるため、土砂災害により交通が遮断されることが多々ある。なお、鉄道は、ジャナクプル鉄道しかないものの、中国からラサシガツェ鉄道で、チベットとネパールを結ぶ計画がある。ネパールテレコミュニケーションオーソリティの MIS リポーツによると、電話を利用する人のうち、約2%が、固定電話、約98%が、携帯電話を利用している。 固定電話の契約者は85万2718件、携帯電話の契約者数は3900万2388件である。ネパールの結婚式ダンスを踊るネパール、女性民族分布図人口密度を表した、ズネパール政府は1958年に中央統計局を設け、10年に一度国勢調査を行うほか、国民所得統計、 農業センサスなども言っている。また、サンプル調査により、毎年人口推計を出している。少数民族のタルー族の村チェトリ15.5%、丘陵ブラーマン12.5%、マガール族7%、タルー族6.6%、タマン族5.5%、ネワール族5.4%、イスラム教と4.2%、神3.9%、 ヤーガブ3.9%、その他32.7%、不明2.8%公用語はネパール語。ネパール語47.8%、マイティリ語12.1%、ボージュプリー語7.4%、タルー語5.8%、タマン語5.1%、ネワール語3.6%、マガール語3.3%、アワディー語2.4%、 その他10%、不明2.5%。ただし、政府や企業、教育機関では、英語が多用されている。ヒンドゥー教と80.6%、仏教と10.7%、イスラム教と4.2%、キラント教と3.6%、その他0.9%ヒンドゥー教は長らく、国教とされていたが、2006年以降国教扱いは廃止されている。 トリブバン大学キルティップルには国内最古、最大のトリブバン大学、カトマンズには2番目に古いカトマンズ大学などの高等教育機関がある。5歳以上で読み書きできる人の割合は65.9%。ダルバートとバートの合成語食文化はインド料理と中華料理、チベット料理が融合されたものである。これは国の位置がインドと中国、 チベットに近いために生じた現象である。味としては、インド料理に似ているものが多い。日本にも多数のネパール料理店があるが、純粋なネパール式のダル、バートタルカリを出す店は少ない。また、限りなくインド、中華、チベット料理に近い料理が存在していても、日本のラーメンが、日本の料理とみなされているのと同じように、現地では、外国料理ではなく、 ネパール国内の料理とみなされている。なお、ネパールでは昼食を食べる習慣があまりなく、日中は菓子やチャパティなどの軽いものを口にする程度で、食事は朝食と夕食の2回が多い。ネパールの公式の小読みとして、現在対応歴のビクラム歴が採用されている。略号は、それまで使用されていた退院歴に変えて、最初チャンドラ・シャムシェルが、 BS 1961年の新年により、太陽暦のビクラム暦を公式の暦として用い始めたとされる。歴史的には、年代、地域、王朝によって、様々な暦が使用されてきたが、太陽暦のビクラム暦以外はすべて退院暦だった。これまで用いられてきた暦には、ビクラム暦のほか、シャハカ暦、ネパール暦、マンデーブ暦、ラクシマンセーン暦などがある。 西暦4月の半ばを新年とし、1月の日数は29日から32日の月があり、前半の月が多めの日数、後半の月が少なめの日数という傾向があるものの、一定していないので、西暦とはズレが生じる。なおビクラム歴はネパールの公式の暦であり、実生活でも一般に広く行き渡っている暦である。ため、日本語で、 ネパール歴と呼ぶ例が見られるが、ネパール歴である。この暦は主にネワール族の間での使用に限られているので、歴名の用法に注意が必要である。ビクラム歴は、インドのウッチャイニーを統治していたビクラマーディティアという王が釈迦族との戦争に勝利した記念に始めた暦だと言われている。この暦の記念は、紀元前57年で、 西暦2008年4月13日は BS2065 年バイサー9月第1日に当たる。ネパールでは中世前期カスマッタ朝時代頃からビクラム歴の使用が名文等に認められる。なお太陰歴のビクラム歴は月名は太陽歴のものと基本的に同じであるが日の呼び方は太陽歴ではガテッと言い、太陰歴ではティキと言う。 体院歴のビクラム歴は約3年に一度純月を挟むことによって太陽歴のビクラム歴とのずれを調整している。祭りや宗教行事等は基本的に体院歴のビクラム歴によっているので西暦とのずれが生じる。近年都市部を中心に西暦の仕様も広まっているものの実生活においてはビクラム歴の方が馴染みが深い。毎年西暦3月頃に売り出される。 市販のカレンダーには、太陽暦のビクラム暦をベースに、西暦と太陽太陰暦のビクラム暦を併記しているものが多い。ダルバール広場、ネパール国内には、ユネスコの世界遺産リストに4件が登録されている。最も人気のあるスポーツはクリケットである。クリケットのネパール代表は2014年の20、20形式の ICC ワールド2020に初出場し、 二勝する活躍を見せた。またサッカーも人気が高い。ヒマラヤ山脈を要するネパールでは、山岳観光のほか、ネワール文化を今に伝えることの街並みやヒンドゥー教、仏教寺院、ジャングルサファリ、ラフティングなどの観光が盛んであり、外貨収入の一翼を担っている。ヒマラヤナガルコットから見る、ヒマラヤ山脈カトマンズパターンカトマンズの南、バグマティ川の向こう側に位置すること。 王宮をはじめとする建築群と町全体が古美術品のようなくすんだ色合いに包まれている。バクタプルナガルコートキルティプルティミカトマンズから東へ 10km、ネワール族の町。野菜栽培で有名。主にカトマンズへ出荷される。マンラ王朝以前の歴史を持つ。毎年4月のバイサークエクの頃に行われるビスケートジャトラの行事は壮大なもの。 バネパパナウティパネパから南へ6キロメートル、二つの小さな川の合流点にある小さな町。歴史的、学術的に優れたネワール建築が数多くあり、旅行者よりも学者などの訪問が多い。ドゥリケルカトマンズから32キロメートル、標高1524メートルの町でヒマラヤ展望ができる。特に朝のヒマラヤが美しい。町には、 小さな寺院が多くある。ありがとうございます。